穴ぶつ攻撃を防いでから近接物理で攻める。なるほど、必要な時だけ剣を出すのか。動きの中で瞬時に剣を出現させることで攻撃の意外性を出す。参考になるな。少しはやるみたいだな。なら少し根気出すぞ、プレイモノ。一撃の破壊力がヤバすぎだろ。マジか、もう敗を、早すぎる。されるがままだ。空中なのになんでそこまで力が出せる。重砲。おい、ふざけんな。俺の能力を逆手に取られた。勘も経験も凄まじい。この強さ、間違いなく母さんとの試合で見せた天の絵さんと同格。いやまだ及んでいないレベルか。相手の底がわからない、技の手札がわからない、メリアの予想リーチがないという不安は恐怖心になる。これは正しかった。もう力を出すべきか。いやもう出さないと負けてるんだ。タイミングを間違えるな。いつまで倒れてる。脳髄ぶちまけてほしいのか。お前、実は優しいだろ。はぁ、俺の師匠は二人いるんだけどな。二人とも揃いも揃って倒れて気絶してる奴に蹴りをかましてくるんだぜ。それに比べたら優しいなと思ってな。なら望み通り蹴り殺す。いない。いきなり背後に。何あれ。この状態で戦うならベストコンディションの時がベストだな。怪我したらどうしても威力が落ちる。寝るの言った通りだ。実戦になると自分の甘さが浮き彫りになるな。目の前にいたのに。喋るまで認識できなかったよ。この試合なんでね。でも、この子は自己防衛で戦ってるだけ。それ俺の都合だけで殺していいのか。同様で気配がくっきりわかるよ。しまった。甘いですね。ご主人様はあそこで頭にでも突き刺しておけば終わっていたのに。あーん。戦いでは一瞬の判断で状況が一変することなんて当たり前。そこをもっとご主人様は理解しないと。さて、こんな低レベルの戦い、見てても興味が湧かないな。やっぱりあの、ワルプルギスの出来事をもうちょっと見てたかったな。おい、鬼、言っておくぞ。これはお前を倒す。だから殺す気で行く。理不尽なのは理解してる。だから嫌ならええ。なら謝罪してこの場を去る。バカにするな。勝ちた相手に舐められて下がるなんて選択はない。私がお前を殺してやる。そうか、なら心置きなく戦える。この状態は繊細な大技術を求められる。これ以上の疲労や痛みで集中力が切れると正気がなくなる。単に触る、戦闘力大技量は私の方が多いのになんて互角なの。もしこれが天の絵さんだったら、きっと長期戦に持ち込んで母さんと同じ過ちを繰り返すだろう。なら少ない手数の中で最良の一手を模索することが大切。温存は逆効果になる。自然法。俺の持っていた治水核やあなたの法則を自然法に集約した。これで技のバリエーションが大幅に広がる。能力もできるだけ単純明快に。でもって応用性が高く維持する。無駄な動きや技を選ぶ思考の時間全てが刹那の中では遅れになる。もっと集中しろ。そして結果のように本能や直感で戦え。考えるな。人格解放。へえ、珍しい。ご主人様の種族って天竜なんだ。竜と天使の混合種。竜と天使は昔からあらゆる相性がすっごく悪いから混合種自体全く存在しないのだけど、長種であり突然変異種。なるほどねー。奥深いなー。うん、まだパワーアップしてくる。もうオーラ4も抜かれたぜ。それにもう新規爆開の効果が作用変と大変なことになる。ワイはもう後がないんや。もう死んで失うものも何もない。前に行くんや。なんやこの違和感。なんでうちより目線が低い。蹴り。やと、あのしゃがんだ体勢から。どんな体感してるんや。許さへん。もう理性が戻って本来の喋り方に戻っとる。もう時間もないんや。一発逆転を狙ったる。強くないな。最初こそ力はあったけど徐々に弱くなってる。序盤に考えなしに全力を出したってことか。それに戦術の作り方も下手だ。力こそ隊長クラスだけど中身は副隊長にも満たしてない。まだラディウスさんの方が強い。嘘やん。なんでもう前にいるんや。判断が遅すぎる。考えたら調子が下がるタイプだな、お前。あかん、ワイは強いんや、強いんや。うちは強いんや。概念支配。概念支配、聞いたことないな。どんな能力なんだ。空弾。やっぱり壊れる。概念は存在そのものの概念すらも破壊してるってことか。それがあの子の異常なまでの攻撃力の理由か。これで能力も力量も分かった。もう恐れるものはない。気絶。名前からして地面からの衝撃波、受けばいい。終わらせるんや。概念支配、電気圧です。
空弾で切った空と自絶で切ったし、その2つの境界にある全てのものを圧縮させる。天地の境の空間ごと潰れてしまえ。マジかよ、これはヤバいぞ。最悪だ、乱暴で多少はどうにかなったけど、まさか必中攻撃を持っていたなんて、しかも強力な。まずい、このままだと自絶で終わる。最悪と準備を。ほら、まだ生きてるぞ俺は。来いよ。ん？嘘やん。なんで立ち上がるんや。うちの最終奥義なんよ。小さい女の子。もしかしてさっきの子の正体ってあんな小さな子だったのか。エテルと同じ。いや、エテルよりも小さいな。小学生低学年くらいか。とりあえず戦いだ。決着はつけないとな。嘘だろ。俺あんな小さい子に殺されそうになってたのかよ。うわ、殺される。こんといて、近づかんといて。あかん、さっきの技で全然体が言うこと聞かん。動けん。誰か、誰かー。やばい、すごい罪悪感を感じる。でも心を鬼にして倒さないと。鬼を近づくな、変態、ロリコン、通り魔、PV 男。あ、なんか罪悪感消えてきたわ。痛いことはやめて、うちは死にたくないんや。まだやりたいことたくさんあるんや。ふぅー、これで決着。あの、新章おめでとうございます、ロリキラー様。誰がロリキラーぜ。とりあえずネルネー様のノルマはクリアしましたし、戻ります。おい、セラ、その敬語からは哀れみの感情しか感じれないのだが。いえ、そのまさか鬼族の最下級ランクの小さい女の子にここまで死闘を繰り広げるとは思ってもいなかったから。え、最下級ランク。鬼族は13段階で階級があるのですが、その子最下級のキゲミンですね。鬼は完全実力主義、強い鬼が昇格して同族を倒せない弱い鬼は降格してしまうという制度。それでキゲミンというのは、まあ相当な落ちこぼれってことですね。厳しい世界。とりあえずこの子を放置するのもあれだし、どこか宿でも探そうか。それは構いませんが、お金あるのですか。え、この世界ってお金って概念あるの。当然でしょう、仕方ありません。今回は私がお金を出しますよ。俺の世界で気払いな。ちなみにセラは治療とかできないの。バカにしないでください。できますよ、もう勤務時間外なんでやりませんけど。勤務時間外？残業代出るから。誰が出してるか知らないけど。めんどくさいですね。はい、この子とうとう主の前でめんどくさいって言っちゃったよ。無慈悲。やらないとは言ってないでしょう。それではそこのロリを掴んで私にしがみついてください。こんなところで泊まりたくないので城に帰ります。帰れるんかい。なら城に帰ろう。俺の自室くらいあるでしょ。残念ながら。残念ながら。とりあえず城に帰ったら俺とこの子の治療とこの子の部屋の提供を頼む。俺も今日はその自室で休むから。だから耳元で喋らないでください。もうわざとでしょう。自身のメイドの耳にフーフーするのがちょっとハマってるんでしょ、このインランダルジ。いや、やめて、やめてください。降参です。すぐに戻りますから、耳はやめてー。あがー。こうして、俺の長い一日が終わった。明日は現実世界に戻って引き続く特訓だな。ミガドルエデン、たった数時間でかなり大変だった。できればあまり痛くないな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。